なん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 来たぜおはよう。なんすか、ちょっとね、刺激足りてる糸部、刺激足りてる、足りてないやろ、はい、もうさ、暗い世の中よ、いろいろもうストレス溜まってる。私も家ばっかりいて刺激が欲しいのよ。なるほど。ということで、はい、今日は刺激的な一日を一緒に送ろうよ。今日は私こんな服で来たから。なんすか急にそれ。おニューよ。めっちゃ綺麗。ふうまさんが用意してくれたから。ふうまさんや。ふうまさんが用意をしてくれて、衣装もバッチリで今日来たの私。ちょっとね、私ね、ちょっと一人友達紹介していいかな。はいはい。あでちゃん、あでちゃん、あでちゃん、私の友達のアデルです。そう、車屋の友達なの、はいはい、で、私今車をちょっと車検に出してるねんけど、その時に、はい、なんか車で面白いこととか刺激的なものないの、ちょっと用意してよって言ったら、うん、いや、でね、いろいろ車考えたんだけど、うん、ちょっと、友達のね、うん、ちょっと紹介していい、うん、大悟って言うんだけど、大悟さん、うん、大悟さん、こんにちは。かわいい。はじめまして。かわいい。はい。大悟さん。はい。大悟さん。誰ですか、大悟さん。こう見えて、うん、実は、うん、ドリフトって車の、うん、レースの、はい、ドライバーです。へぇ、あ、プロのドライバーさんですか。そうです。ドリフトの。はい。ちょっとプロまで連れてこい。世界の大悟です。世界の大悟さん。世界の大悟です。海外で活躍されてるってことですか。海外でも日本でも大活躍。ちょっとそんなすごい人連れてこない。そこちょっと車乗れる人。そう、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。世界的に有名なドリフトの方ってこと。え、大悟さん、ごめんなさい、これテレビとかじゃないんですけど、はい、私の YouTube なんですよ。あ、ぜひ、僕大ファンなんで。分かった。すごいよね。乗せてもらっていいんですか。はい、はい、やば、サリナドリ。まあ、今日用意したのが、はい、まあ、バリバリのドリフトの競技車両で、ナンバープレートついてないですよ。もうナンバー取れません。レース車両で。いや、ナンバーなんかいけんやんね。だってね、レース用の、これでレースに出てるってことですか。そうです。これ、トヨタの GR さんの GR ヤリスって車で、まあ、それをチューニングした、だいたい1000馬力あるちょっと待ってよ、話がでかすぎる。ナンバーツイッターのプレートついてる車でよかったのよ。こんなすごいの、本ちゃんの本気のやつ、本気のやつ、はい、これ1000馬力あります。1000馬力、はい、馬1000頭、馬1000頭。無理無理、そんな乗れない、私そんな乗れない、馬1000頭なんか危ないよ。これに今日乗れ、だって変なとこからなんかマフラー出てんねんで、これこれマフラーですよね。これマフラーです。見たことないです。こんなとこから出んの？芋屋ぐらいやで、こんなとこ。石焼き芋。マフラーでも知ってるし。石焼き芋からこんな出るぐらい。で、後ろもファンがすごいの。あれ何ですか？これラジエーターです。冷やさなあかんってことやんね。そうです。こんなでっかいのぐらい馬力が熱を持つからなんですか？はい、これついてなかったらどうなるんですか？これついてないとすぐエンジン壊れちゃいます。熱くなっちゃうんで、熱でそんなぐらいクイーンっていくからってことやね。もう1000馬力もあるし、はい、そっか、速さを競うものならヒューっていくけど、ドリフトやから一気に溜める力が多いから熱多いんで、はい、クイーンっていうことやね、はい、戦闘いきなり来んねんもんね、はい、行くさよ、大行くさよ、戦闘も。そう、確かに戦闘の関ヶ原には、関ヶ原よ、これ関ヶ原エンジンよ。分かりやすくなったな。すげえ、こんな、これもタイヤも太いし、なんか普通の知ってるレースカーと全然違う。
タイヤの太さもすごいから。タイヤが見えないですか。見えへんこれ多分だ。どれぐらいこれタイヤめっちゃ太いね。これってやっぱドリフトするから。そうですね。まあ、ドリフトするだけだったら元の細くて滑った方がいいんですけど、やっぱ競技なんで速くなっていけないで。なるほど。速さも出るんですか。速さも大事です。うわ、千馬力です。やっぱり千頭すごいよ。馬の一頭でもすごいねんから。うわー。え、大吾さんこれ助手席乗せてくれるんですか。ぜひぜひ。うわー。え、レースの時って隣乗ってないですよね。レースは乗ってないです。え、こういうの隣に人乗せてドリフトするっていうのはよくあることなんですか。レース以外ではたまに。どういう時。まあ、やっぱりデモ走行みたいなイベントを決める。あー、じゃあ隣に体験させてあげる。すごいね、ちょっと久しぶりよ、助手席乗るなんて。私男の人の。そう、いつも自分で運転してるからさ。楽しみ。いいの、もう早速乗ってみましょう。乗ってみる。はい。もう一回いいですか。もう一回いいんですか。やだー。やだー。ちょっとごめんなさい。それでじゃあいきますね。もう一回すいません、カメラずれて。やだよ。ちょっとやだよ。めっちゃかっこよかったっす。なんで撮ってないのよ。今めっちゃ持つ。私自分で持つから。じゃあなんで撮れてなかったんよ。もう見た目ちゃんとセッティングしてて。ずれたんすよ。めちゃめちゃ怖いやんか。刺激的すぎる。雨降ってきたんで行きます。すいません。なんでちょっと待って。大吾さん、大吾さん、大吾さん、刺激的すぎますよ。これはいつもこんな感じで乗ってるんですか。はい。なんてそんな爽やかな笑顔が。ちょっと当てる。刺激が辛すぎるよ。なんで、ねえ、もう全員行かれると思ったしさ。ねえ、大吾さん、すごすぎるよね。笑んねえ、大吾さん、なんでそんな穏やかに笑えんの。なんでそんな穏やかに笑えんの。2回ぐらい死んだと思った。マジで死んだと思ったよ。怖かった。すごい、ちょっと涙が止まれんの。大吾さん、大吾さん、これ…うわぁ、じゃないわ、ちょっと
大悟さんとかよけ返事もしてくれへんし、やばい、ずっとずっと笑顔でした。そう、ただサリナさんの声だけは聞こえてましたよ。あー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 サリナさん、センバル技術の声出てましたよ。うん、すごかったよ、刺激的すぎるよ、こんなに刺激的とは。一回降りますか。一回降りよっか。とりあえず地に足つけますか。地に足つけるわ、もう早く降りたい。やばい、涙が止まれ。涙が止まらないんだけど。怖いよ、もうなんだよ。あー怖いよ。ちょっとじゃあこっち前。ちょっと待って、歩かれへん。大悟さん、どうしてそんなに。ちょっともう、あー怖かったよ。これ自分で撮ってる今ね、これだけ撮っとけって言われたから絶対話したあかんと思って。話してない、すごい。絶対あかんって言われたからさ。プロだな。うるせえ。あー、こんなにすごいスポーツですね、これ。すごい競技。え、これは何を競うの、どういうこと。パフォーマンス、まあ綺麗さとか、あとは途中から2台で走ってあのちょっと追いかけっこみたいな。あ、じゃああの周りを綺麗に回るとかも競技の。そうですね。でこれまだそんなにスピード出てないんですけど、実際200キロ出てたよ、スピード。あんま出てない。出てないのかね。だってアベル立ってたよ、真ん中にさ。正直言うと引かれると思ってさ、マジでやばい、事故だと思って、うん、めっちゃ怖かったです。怖いよね。私も認めのこととこ行った時に、あ、やべえ、ビビったもん。全周と思って刺激が欲しいと思ってたよ。全然どこも行けないしさ。刺激やっぱどこでも。ちょっとね、きつかったっすね、刺激。大悟さんの笑顔は相変わらず。大悟さんもう怖くないの、怖くないの、大悟さん。楽しかった。楽しいの。怖くないでしょ、毎日やってたら。そうか、プロだもんね。プロだもん。すごいかっこいいね。じゃあちょっと、今週はこれぐらいにしときますか。今週はもうこれが無理よ。こんなもう死んでまう私。いや、いや、運転してもらって。あれ、ダメ、もうダメだって、刺激的で死んでしまう私。もう今週はこれ。これやんの私。次週これやんの。やだよ、認め。刺激欲しいって言ったけど、ちょっと刺激的すぎる。ということで、今週とこれ見てる人も刺激的ですよね、きっと。刺激的なサリナ撮りお届けしました。大悟さん、本当にすごいガチですごい人が来ちゃって。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。来週配信頑張ります。 Make sure to like and subscribe。 私のもう一つのチャンネル、サリゲーも